はい、ということで、まあ、とりあえず時間的にはもう24時間スタートから24時間経ちましたと、9時から昨日の9時から24時間経ちました。無事私生きております。素晴らしい、うん、そしてこれからはエンディング、いつ終わるかわからないエンディングトークということでですね、はい、スペシャルゲストがやっぱり駆けつけてくれましたね、うん、さあこの人です。バン走ってきた。お前俺を走らせるね。お前はいや昨年に続いて走らされましたね。そうですね、いやブルゾンブルゾンニグロじゃねえ。ブルゾンニグロさんですね。お前俺を走らせるね。35キロ。おお。いや走らせるよ。ニグロさんか。疲れた。ニグロさんめっちゃ言われてますよ。去年ニグロさんを呼びしてめちゃめちゃ面白かったんですよね。道の奥の話とか聞かせていただいてね。全カードを振り返るってたのに、うん、あの1試合そうそうしかも片方のチームだけを話してよ、そう全試合を語っていただくはずが道の空のチームだけでも2時間喋っちゃったと。はい、東郷はさみたいな、ずっとさ話が言われちゃって、でも今日は喋れんぞ俺、走ってきたから。しかも今回道の空勢いないしね。原宿から出してきた。原宿から今日どの話をするかって話になるわけですよ。これそうですね、はい、書いてますよ。えシリュの話、シリュの話、シリュ出るっけ。いや出ないです。出ねえじゃねえかよ。だからあれですよ、レスランの本体の選手以外だったら、あの武藤さんの試合でしかゲストいないですよ。グレートムチャ、そう、はい、グレートムチャ、グレートムチャ、はい、グレートムチャってなんかぶっちゃけ、うん、長野だとかなりの有名人らしいですよ、はい、あそれ武藤さんも言ってました。なんか、パチンコ屋のコマーション出てるぐらいだから、へ、それよりもそや、日じゃねえ。え、日じゃないと。日じゃないですよ。ほう、グレートムチャバカにしちゃダメだって。いや、してないしてないしてない。いや、そやさんが日じゃないっていう方が驚きなんです。バカにしてないですよ。はい、僕らは、うん、僕らが誇る長野県民は、そや学ぶなんで。そう、そや学ぶが長野代表。レスラーが誇る長野県民は、そや学ぶなんですよ。それが全く足元にも及ばない。足元にも及ばない。マジっすか。おい、そや。ダメだ、頑張れ、ほら負けてるじゃないですか、そやさん。グレートムチャ相当抜けないよ。え、どれくらいですか、どれくらいですか。武藤さんが言うぐらいだからね。そう、武藤さんが俺より有名って言ってましたよね、うん、だってグレートムチャに呼ばれて武藤さんがパチンコ屋のイベント行くぐらいだからね。あ、グレートムチャさんのバーターで、そう、バーターまあある意味バーターバーター紐付けで、そうそうそう、すげえんだぜ長野では。うん、長野では、長野では、でも信州プロレスとかやってるじゃないですか。はい、はい、うん、すげえよ。だからグレートムチャ侮ったらダメだぞ。でも分担ありますよね。え、そう、長野ではない、そう、長野ではないですからね。長野じゃねえの、そう、そう、違うんですよ。今回横浜長野じゃないんですよ、これ。ほら、見て横浜、はい、神奈川なんで。むちゃさん出るの神奈川の横浜分隊なんですよ、はい、長野じゃないんですよね。信州創造館とかじゃないんだ。違います。信州創造館じゃない。違う何中大館なの、はい、横浜、あ、神奈川ですね。やっちゃってる、これ。いやー、むちゃさん、むちゃさんのパワーこの神奈川まで通ってます。そうそう、なんとかそのね、あの人脈であり、その知名度をちょっと横浜に持ってきてほしいですよね。そうだね、そのまま、はい、そう。でもだって横浜と長野なんてそんな離れてないだろう。いや、そ、解釈の仕方によりますね、それはね、うん、Google マップで見れば結構近いでしょうけどね、まあ、まあ、あと地続きですけど、地続きですけども。電車で行くとまあそれなりに時間がかかります。まあ、ほら、むちゃさん CM 出てますよって書いてある。ほら、何の CM 出てるの、ね、やっぱりすげえんだよ。むちゃさんは何の CM 出てるんですか。お茶の CM とか出てるんですか。箱根の山を大きな壁に、先輩、山、峠を攻めなきゃこれ来れないですよ。横浜まで、ね、むちゃさんの本名は書かない方がいいですね。マスクマンですからね。そう、マスクマン、はい、マスクマンなんで、はい、本名にもでも出てるんだ、すごいんだ。すごいね。え、じゃあ素顔でもお仕事されてるんだ。それ知らなかった。すごい、うん、本名なんかムチャケージとかそういう名前なんですかね。それすごいね、ムチャケージ。まさか、これ何の CM だかご存知の方いらっしゃいます、地元でムチャさんが出てる、うん、ウィキに本、普通の本名書いてある。まあ、けど触れないようにします、ね、触れないようにしましょう。ただ、あれですね、別にあれですね、非公開ではない、非公開ではないですね、うん、何の CM かちょっと出てこないですね。あ、やっぱ新幹線でも一本で来れないみたいじゃないですか。新幹線が別路線って書いてあるね。
まあ横浜はそうですね。長野の横浜間やばいですね。あれ東京乗り換え？まあ、東京そうですね、東京で乗り換えて、それはしょっちゅうバスで行ってます。うん、バスで長野帰ってますよ。だ結構横浜長野って出るの結構ね、そうね、めんどいですねこれ本当に。お仏壇、仏壇の CM です、ね。すげえじゃん。お仏壇の長谷川。それ長谷川だろ。へえ。マジで？モンハン法。モンスターハンターの CM に出てると。これ相当やばいよ。あらららこれ。そや確実に負けてんじゃん。負けてるねこれね。これをこういう。それはあれですよ、あのあれ。あそこの町の箕輪町の、知らねえよ箕輪町、知らねえよそんなの、親善大使からなんですよ。そうなんだっけあそこの名物、なんかローメン、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 弟じゃねえかあいつら。相当大物を今回呼ぶって形になりますね。バンバン CM に出てる人を呼ぶわけでございますから、これはだってモンハン4とか普通出れない、出れないよね。そうですよね。仏壇ってそもそもモンスターじゃない、出れないじゃないですか。うん、いやー本当かよ。あ、なるほど、ダイハツ、え、長期会議員、審査員、ダイハツに出てる。ダイハツってあれですよね、まあまあの車です。ビッグカンパニーです。ビッグカンパニー、はい。軽自動車といえばダイハツみたいな。そう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 、ダイハツミラとかのやつだろ。あ、もうじゃあ CM もこれ数えきれないほど出てるってことだよね。アメリカンドラッグ、あー向こうのドラッグストア出てんだ。年収8000万、年収8000万って書いてありますよ。とありそうですから、ぐらいありそうと。でもこんだけ CM あったらやばいですよね。それはなんか出てる、それですか。いや特には。それはなんか出てるか。いや特には。昔なんか出てたな、顔映ってねえけど。あ、マスクかぶった、うん、あれなんかジュースとなんか出てたよな。出てましたね、うん、それは。その他大勢だろ。あのバナナ、あれなんか出てたな、ね。あ、一応ウィキを見るとですね、ムチャさんはですね、まあ、本名はここでは言わないですけども、結構見ますよ。ニックネームがシンボルオブ新州プロレスリングって言われてるらしいです。やべえじゃん。シンボルオブ新州プロレスリング、はい、身長体重不明、うん、不明なんだ。1971年、県警の CM にも出てるって書いてますよ。はあ、その辺のなんかあれは出てないのかな。やばいですね。これ CM どれぐらい、あれですね、もうその国家権力、国家権力ですね、これね。普通ウィキを見ると県警出てたっつって、わー、長野のハルクホーガンって書いてますよ。すげえすげえすげえ、ハルクホーガンちゃん。ちょっとウィキを見たら、ニューゴさんこんなこと書いてありますよ。ムチャさんの経歴で、菊太郎がウィングのプロテストを受けた日にリング設置のアルバイトに行っており、はい、同じ缶桶を運んでいた。ちなみにニグロやアイアンマン西田も同じ缶桶を運んでいたと。マジ？これ覚えあります？だってドイツかわかんねえもん。グレートムチャさんは同じ缶桶をウィングで運んでたらしいですよ、ニグロさんと。それ知らないっていう。これ書いてありますよ、ここに。ニグロやアイアンマン西田も同じ。接触してる。ほら。接触してる。してるな、俺。出会ってる、出会ってる。いや、でも、グレートムチャにも会ったことあるよ、俺。でも、あんた知り合いかよって使われる。もう知り合いじゃないんでしょうけどね、たまたま。知り合いではないよ、俺。はい。で、これはキクさんが書いてたらしいです、このエピソード。マジ？ええ。じゃあ本物だな。そうですね、うん、はい、あの日本で一番最初にやったカンオケデスマッチだろ。そうですか。ポーゴとジェイソンでしょ。そうそうそう、あのカンオケ用意したの俺だ。用意したんだ、うん、どっかから調査。俺葬儀屋だったから。ああ、リアルアンダーテイカー。そうそうそう、昔、はい、うん、本当の墓掘りでございますからね。へえ。 CM ではないですが、あれですよ、ご当地アイドルって書いてますよ。マジかよ。プロレスラー活動のみならず、地元の講演会やテレビ番組にも頻繁に出演。2011年には上田市初のご当地アイドルユニットアップル学園をプロデュースするなど幅広く活躍。プロデューサー、はい、プロデューサーでもあると。この活躍が評価され、2013年10月に信濃毎日新聞の品米選賞を受賞と。新聞の賞を受賞したと。そりゃ勝てねえじゃん。同じ月の長野市議会、補欠選にも出馬したとね。マジ、はい、あれうちのワイルドダメですかね。無理だろ。無理ですか。しかもこれ落選はしてしまったんですけども、2位でございます。うあと一歩何かが違ってればこれ当選していたことになりますから。すげえな。やべえじゃん。これとんでもない人を、これ横浜文太に。すげえ人だな、はい、すごい人来たですね。やべえ。
これぶっちゃけこの6人の中で一番の大物ってことになりますね、はい、丸藤さんとか藤波さんよりも大物説が。いやでも藤波さん城持ってるんですよ。あ、嘘だ。藤波さん城買ったんですか。いや持ってないです。いや持ってない、欲しいって言ってるだけ。城好きだろ、ただ欲しいって言ってるだけですよ、はい、ただの城好きは ただの城好き、違う、ただの城好きと、そう、武藤さんは CM 出てますよ。あ、武藤さん CM 出てるけど、はい、うん、で、藤波さんと、むっちゃさんは、新州出てますよね。藤波さん出てます、はい、初代タイガーマスク、藤波辰巳、長州力を揃えた男でございます。はい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 、今新プロレスでやってたんですよね。今藤波長州初代タイガーマスク揃えられるプロモーターっていないですよね。清水川ぐらい。そうですね、うん、これ、いやー、そう、現場監督ね、ニコイチの現場監督ぐらいですよね、本当にね、はい、清水川ぐらいっていいですね、はい、いやそこだったらまあ可能ですよね、イベント可能だな、イベント成立させれば相当。だからウィキかなり詳しく書いてあるんで、まあ多分これ本人が書いてるんでしょうね、多分ね。いやすごい、すごい、すごい人が来ます。はい、あれ、ただそのむちゃさんのその長野パワーがどこまで横浜まで飛んでくるかですね。そうですよね、それは俺は分からん。いやいや、だって一緒に棺桶担いだ仲じゃないですか。あ、明日確、あ、明日でね、9月2日確認するわ。確認してくださいよ、うん、一緒に持ったっつって、一緒に持った、そっち一緒に持ったっつってっていうことは、あの DVD 残ってるぞ。そうそうそう、ウイングの茨城さんが出してるウイングの DVD にニグロさんとキクさんとムチャさんの素顔の時代の、まさかその頃からマスクは被ってないでしょうから。へえ、茨城さん DVD くれるって言ったら全然くれねえ。くれるわけないじゃないですか。横浜を長野県にしよう。あ、それはどうだろう、いろいろ問題あるな。神奈川県も黙っちゃいないですよ、ね、うん、神奈川県も黙っちゃいない。横浜ちょっと奪われるのちょっとまずいですよ ね、 そうそうね、神奈川的にはね、うん、あの経済的に、うん、俺は地方にこそこういう怪物がいるもんなんですよって。静岡で有名なスタンガン高村と一緒だな。スタンガン高村の名前を出す、うん、はい、わ、僕わかりません、はいはい、スタンガン高村さんはピエール滝と、ピエール滝と番組やってんだぜ。そう、同級生かなんか、うん、静岡で。その人はプロレスラーですか。はい、プロレスラーだよ。どこのプロレスラーで。静岡、静岡プロレス、静岡プロレス、まあ、今静岡プロレス活動してないんで、まあ、フリーなのかな、うん、今は、うん、要はあれですね、タイガージットシンと上田馬之助を合体したような、足して2で割ったような方です。だからサーベルをこうやって、発表来て登場するという、三冠高村、はい、三冠高村はニコロさんの中で大物なんだ。大物ではないけど、ええ、ピエール滝さんで番組やってるのはすげえ、すげえよな、まあ、そうですね、だってピエール滝は知ってるもん、さすがに。だってなかなかプロレスラーでピエール滝と同じ番組できる人いないだろう。いや、いないでしょうね。いないよ、ええ、ピエール滝ビッグネームだ。そうですね、そやさん無理ですよね、絶対。そやは無理だぜ。無理ですよね。うちのそやはダメですけど、静岡といえばうちの近藤修司も静岡代表で、ああ、そうですけど、うちのキングコングは修司は無理だろ。無理ですかね。修司は無理だろと言ってます。修司は無理だ。はい。修司はだってなんか静岡州出てないじゃん。全然ないですね、あの方ね。なんか。結構だからまだ静岡州ってローカル団体にこういう大物いるかもしれないですね。そうですね、地方にそのすごい人脈を持って。だから武藤さんがさ、はい、なんかフェスやりてんだよみたいなこと言ってたじゃん。言ってた。やっぱ探したらさ、うん、いろんなのいるぜ。探したんですか。いや、探してねえけど今から探せば、うん、いろいろいると。うん、うん、まあ、その中の、まあね、あの2人が今回はグレートムチャと桜島直樹が。桜島さんはそうですか。桜島選手は、まあ、今九州プロレスの主力であるんですけども、うん、その前は大阪プロレスで、うん、瀬戸口という名前でやってて、その時は若手だったんですけども、地元の九州に帰ってから、まあ、化けたと。そういう感じで、でこれはあの九州プロレス側からあのうちの代表として出しますと。だから団体があの自信を持って九州プロレス代表として、うん、じゃあ九州プロレス選抜選手。そう普通だったら九州だったら限界とかあの辺出してくるかなと思うけど、限界とかやっぱりでも会社的にプッシュしたいのは桜島直樹なんじゃない、うん、かもしれないね。僕筑前亮太さんしか知らないんですよ。知っとけよお前勉強が足りないよ。あと佐々木京介さんぐらいしか知らないですね。あ、下丸、はい、下丸ねぐらいしか僕、あ、名刺がないですね。だまあ普通に考えたら代表の筑前亮太選手が、ね、出るところを自分は出ないで、うん、その魔界な
まあまあ、馬鹿いね、うん、はい、桜島博樹というのをこう自信を持ってこう出すと。あ、確かに顔が似てるからって言ってたよって、そう、武藤さんがこれ言ってました。そうね、はい、ロイヤリティもらおうとしてましたから、うん、似てるというだけで。いや、その何ですか、出すじゃないですか、そのスキンヘッドでヒゲがあれば誰でもいいみたいな。いや、だけ桜島選手本人は武藤さんをオマージュしてるつもりは全くないはずなのに、ないのにロイヤリティを請求しようとしてましたからね、はい、道頓堀のチャンピオン、そう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 、の三原選手と同期、三原と同期、はい、だから大阪プロレスのね、まあ、大阪プロレス今も あることあるんですけども、うん、要はその興行会社としてこう活動していた時のまあ割と最後の方の若手の方ですね。そう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 、三原、瀬戸口、忠助とかもその辺がちょっと先輩、うんうん、ですね。今ノアに出られる、そう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 、あの世代ですね、うん、はい、まあ、その2人がねこの6人、すごいね。そうなんですよ、うん、で慎吾でしょ、はい、です、うん、なんでこうみんな下の名前で呼ぶんですか。親しみを込めて、親しみを込めて、うん、高木とは、はい、あ、あのね、高木さんは、高木さんデビュー間もない頃に、はい、俺がまだ海援隊道場いる頃に、はい、あのゴールデンウィークずっと出てもらってて、へー、そう、あー、海援隊道場のゴールデンスペシャルみたいな、そうそうそう、だからあの時売り出し中の若手っていう感じで、あ、そう、だから意外と仲いいんですよ俺。へえ、うん、じゃあ僕も、え、僕浜口ジムで一緒だった。そうだな、はい、あ、そうなんだ、はい、へえ、慎吾いまだに浅草で髪の毛切ってるらしいぞ。本当ですか、うん、なんと一気だ。ちょいちょい浅草で出没するし、そう東京来たら大体1回は絶対、うん、浅草行くらしいです。もう今知り合いとかもいるのかもしれないし、そう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 、まあ時間が合えば浜口さんにも会うだろうし、ね、うん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 、やっぱり律儀なやつだよな。いや本当慎吾さんはね、すごい律儀、めっちゃ律儀、本当に、うん、やっぱ真面目を絵に描いたような感じするよね、うん、うん、男気あるしね。そう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 、ほんとほんと、いやね、すごい人たちがじゃあこれ集まるんですね。そこに藤波辰巳、武藤敬司、丸藤直道ですからね。でもすげえな、藤波さんはただの白月って、おいそれもういいだろそこを膨らまらすお前、はい、それ膨らますな丸藤さんは、え、丸さん、丸藤さっきあったよ、今日さっきあった、さっきあったんだ、後楽園で、さっきあったんだ、後楽園だった、後楽園で、あ、今あのノアの試合を今夜の方で、あ、今やられてるんですか、はい、あ、うわ、俺今日水道橋2往復してるからね。2往復、うん、どういうことですか。朝東京女子行って一回原宿に戻って、店行って、でまたここ水道橋来てるからね。なるほど、うん、そしてこの後両国、両国、明日の朝だな、明日の朝、大変ですね。でこの後一回帰宅して、帰宅する、準備万端にして、そう、充電バッチリで明日両国、朝大変ですね。6時出発です、家を、寝れねえな、寝たら起きれねえから、いや、うん、今って何団体ぐらい掛け持ちしてるんですか今。いやでもレッスルワンと DDT ですよ、うん、お、主なのは、主なのはそこにイレギュラーでいくつか入ってくると、はいはい、で明日は全日本プロレス、全日本プロレス、なんかどの団体に行ってもニグロさんと会うような感覚、ね、よく言われるんですけど、そんなに言うほどいないんですよ。いやだから僕ニグロさんって何人かいるのかと思ってたんですよ、はい、どこにでもいるから、うん、あの今日あの双子とかね、そう、そう、一応単品らしいんですよ、うん、聞いたらニグロさん双子説、うん、ニグロの次がニグ7とかね、ニグ8とかってこう増えてくの。でもよく言われるんだけど、うん、いろんなとこにいますよねって、うん、昨日もいましたよね新日本とか、俺新日本はないんだけど、ね、新日本ないですね。でも明日小島さんが、ああ、まあ、なんか小島さんいるけど、うん、安倍ちゃんも、安倍ちゃんもな、うん、うん、結構懐かしいみんなが、うん、そうね、ニコプロ中継の7割ぐらいはニグロさん映り込んでると、あら、まあ、レッスルワンとかが中継多いんで、あとグレンタイ工業、ね、グレンタイ工業とか多いから、去年だとトリプレア後楽園にもいましたね。ああ、今年のトリプレアの後楽園もいますよ。あ、10月に行われる、はい、そう、ルチャアンダーグラウンドがね、はい、やってくるという話題の。ニグロさんクローン説もありますね。ねえ、一人しかいねえ、うん、クローン作ればもうちょっと楽になるのに。トリプレアは、うん、なんですか、あの藤村が言ったところですか。じゃない方です、じゃない方です、はい、あ、違う、トリプレアがね、10月やってくる。ノアと一緒、ノアと一緒ってわけでもない、一緒ではないですね今回は。一応ね、トリプレア後楽園の裏で新宿ベースで
DSW という。そうですね。はい。ああ、ダイヤモンドスターレスリングの工業戦争が行われると。じゃあ外国から北米大陸と南米大陸から。そう。やってくるわけですね。日本に。宮本和志さんが、あら、DSW で。和製人間発電所。和製人間発電所が。でもチャンピオンですもんね。そうだね。ですね。いや、じゃあ負けてるよ。あ、もう王座転落して、取ったりしたんですけど、今転落して。あ、歌丸も出るんですか。歌丸出る。出ます出ます。うん、この10月10日はもう結構、あれなんですよ。工業戦争なんですよ。そうですね。で、トリプレイヤーの方に。トリプレイヤーはいます。DSW には行かないと。そうですね。呼ばれてない。はい。はいはい。トリプレイヤーは呼ばれた。はトラトリプレアには呼ばれた。トリプレアはもう早い段階からスケジュール抑えられてました。おお、はい、今のトリプレアって知り合いいるんですか。いる兄さん、だから今回来るあのエル・メルテ、エル・メルテ、うん、っていうマスクマンがいるんだけど、はい、あれは仲良いです。へえ、昔からの知り合い。確かへえ、素顔の時からね。へえ、いいっすね、こういうね、こう人脈があるとね。じゃあ今はそのマスクマンになってこっちに来る。そう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 。マスクマンの試合は初めて。そうだね。生で見るのは初めて。そう、ルチャアンダーグラウンドでマスクマンになったんですよね。そう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 。はい、そう。ルチャアンダーグラウンドは本当は向こうでやってるのそのままこっち持ってくるんですかね、あれね。どうなんすかね。あまあすごくなんか作りとした映画チックな。そう、映画作ってる人が作ってるから。うん、見せ方なんですよ。そうなんですか。うん。それを日本にそのまま持ってきたら、うん、まあ結構面白いものになるんじゃないかなと。うん、大丈夫ですか。大丈夫じゃないの、わかんないけど、新木場っていうところがなんか雰囲気が出ていいのかもしれない、ね、新木場と後楽園で2試合やるんです。はい、そこに移り込む可能性が。いや、ほぼほぼ、ルチャ、ルチャアンダーグラウンドに。だってリング周りでもやらされますもんね、はい、はい、アテンドとかやらされますもんね、うん、そうですね。ああ、そうなんですね。そうなんですよ、はい、今の WWE に試合はいますか、ニューロさん。いますよ。誰ですか。いっぱいいるよ、友達。まあ、あのジャパニーズはちょっと別です。ああ、ジャパニーズ抜きで。抜きで。タイデリンジャー仲いいですよ。おー、テイカーって言われてるんですよ。違う。あんたテイカーじゃないです。テイカー知り合いじゃない。知り合いじゃない。テイカーでもね、水道橋で一回焼肉食ったことありましたでしょ。うわー、すげえ。それはまあまあすげえ。え、葬儀屋と葬儀屋が一緒に焼肉食ったの。はい。おお会計はアンダーテイカーのアメックスのブラックカードで払ってくる。わー、すげえ、はい、領収書の宛名アンダーテイカーなんですか。いや、あの、ここでブラックカードが出てきたんです。おー、すげえ、いいなー。俺とロンガイと、アンダーテイカーで焼肉食うんですね。あとミステリオもいたっすね。おー、うん、謎の人脈。謎の人脈。タイデリンジャーはね、はい、全日本来てたんですよ。あの地震の時、ショーン・スピアーズです。あ、ショーン・スピアーズがタイデリンジャーですか。タイデリンジャー。あ、それ知らなかった全然。あいつもともとニューヨーカーじゃん。うん。で、地震で帰ったじゃん。はいはい。うん。で、またニューヨーク戻って。で、今、タイデリンジャー。名前して。そうそうそう。へぇー。この間会いましたよ。あら。大阪で。あ、来た時にニューヨーク。そう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 。あの、NXT コーディー。NXT 来た時に。はい、っていうか、NXT コーディーにニコラさんいたんですね。あの、次の日 DDT の大阪フリー最初だったんで、あの一日早く、一日早く入って、あの見に行きましたよ、高山さんと。てんてんてんっていうね、今そう、はい、今はねちょっとブレイクしてんだよ。ブレイクしてるんですよ。あいつ俺が貸した全日本のジャージそのまま持ってったからな。うん、これもらえんじゃないですか、 WWE のジャージ要請って言えば。さすがにね、言えなかったね。お前俺のジャージ返せって。俺は全日本のジャージ持ってったから WWE のジャージ要請って。違う、 WWE ジャージないけどね。でも NXT なんかフリースみたいな着てるよね。あるある、それあるある、あれちょっと欲しかったんだけどね。WWE スーパースターズがなんかお揃いのジャージ着たらそれはそれで面白いけどね。ほら、 こいつで、タップアウトでもよかったけどね。あ、ちょっとこれカメラに向かって、こいつタイデリンジャーとニグロさん、どっちがプロレスラーっぽいかって言ったら明らかにニグロさんですけどもね。タイデリンジャー、ニグロさんが NXT のこれを着てるという、はい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 、逆になってるってね、これ、はい、これ兄さん友達。そうそうそう、こいつ仲いいですね。へー、連絡取るんですか。いわゆるあのメッセンジャーっていうね、はい、あのメールで一番今のツールがありますからね、はいはいはい、楽でいいですよ。
本当ですか、 LINE とかしてないですか。ここ中村さんもあります。あこういうのちゃんと抑えますよね、新黒さんってね、行ったら必ずね。ジョーさん、サンバージョー、はいはい、ジョーさん僕一回組みましたからね。そうだね、はい、あの裏切られましたけど。そう、はい、もうこういうの本当大事に。ケンタもいます。ああ、秀夫伊丹さん、さん、はい、あとはこれあの視聴者の皆さんが見てないところ、ここで我々が眺めていってますね。なるほど。で、はい、この間の WW 日本公演の時、はい、見せられるものがもしあるようでしたら、戸沢から連絡が来て、はい、戸沢選手も知らないですか、店行っていいですかって言って、あ、来た、店来たっすよ、戸沢クルーザーチャンピオンが。すごい、原宿のニグロさんのお店に205、はい、しますね。で、はい、からの店の場所が分かんないだろうと思って、はい、ゴールドジムで待ってるよって言ったら、はい、ゴールドジムの前でこの人がいました。いたんだ、はい、拾っちゃった、はい、いたんだ、シェイマスじゃん、シェイマスがいたんだ、うん、シェイマス知り合いじゃないですよね。シェイマスは知り合いじゃない、知り合いじゃないの、こんなに写真撮ってくれるんですか、はい、ヘイって言ったら撮ってくれたっす。ヘイっていうだけで撮ってくれるんだ。同業者だと思われてるんでしょね、多分ね、うん、多分こいつもボーイズだって思われてるんですよね、はい、多分ね、だから関係者だろうなっていうふうになっちゃってる、ね、うん、シェイマス気さくにツーショットに応じてると、はい、へー、原宿にいたんすね。まあね、WW 勢が来てるときは、どっかしらのゴールドジムに、ね、あ、張ってれば来るんじゃないかという都市伝説がありますので、和製シェーマスのニグロさん。すごいなあ。けど、あれじゃないですか、やっぱり、あ、けど今のスーパースターズは知らないか、ほら、ニグロさん、ほら、あれ、ジムナイドハートですから、はいはいはい、ジムナイドハートオマージュだっていうの言うと、結構ね、喜んでくれるかもしれないですね、これね。ナタリアっているんだけど、はい、ナタリアに会った時、うん、俺のこのヒゲはジムナイトハートだって言ったら喜んでたんです。要はその娘です、ジムナイトハートの娘さんに、このヒゲはジムナイトハートだって言ったんだって、おめえの親父お前にしたいんだ、そうそうそう言ったんだって、うん、そしたらナタリア喜んでた、うん、あ、私のことは大好きなんだっつって、まさか日本に来てそれをやってる人がいるとは思わなかっただろうね。ナタリアね、野沢とすげえ仲いいんですよ。そう、野沢もね、意外とすげえんですよ。まあね、会長が人脈ありますよね。それこそアンダーテイカーとご飯食べるぐらいですか、うん、アンダーテイカーがその、ね、ご飯食べようって来るっていうところがすごいですよね。ね、あの、お供出たってなんか、すごいところ人と食ってたでしょうね。そうだね。友達だって言って、呼ばれて、部屋呼ばれて、飯食いに行った。そうだ、ナタリーもスマックダウンのチャンピオンだもんね。この間チャンピオンに。あ、そうなんですか、うん、ええ、なったんですよ。はい、そう。いやもうこの人脈聞いてるだけで我々お腹いっぱいですけどね、これね。WWE はいついつなんですか？ん？9月16日、大阪スマックダウンがあります。スマックダウン、うん、AJ スタイルズとかやってきますよ。AJ が来ますよ。へ、はい、手袋売って、手袋売ってんじゃない、まあ多分結構売れるらしいからね、うん、はい、AJ だけですか？僕が新助も来る。僕が知ってそうなのは新助、新助、あとケビン・オーエンズ、あ、伊藤みたいなやつと、うん、そうそうそう、あとランディ・オートン、ランディ・オートンとか、ああ、ちょっと現チャンピオンの、そうそうそう、あのインド人、インド人、はい、ジンダ・マハル、ジンダ・マハル、タイガー・ジドシンじゃなくて、タイガー・ジドシンみたいな人、ジンダ・マハルと IGF 来てたよね。そう、へ、そしたらね、は、橋本大志選手とやって、そう橋本大志選手が勝ってると、まあまあ、あれでもね、サイモンさんが WWE の、そう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 、来るんですか、ええ、ああ、ワンビン僕一回練習したことある。ああ。IGF 道場で、カシンさんに呼ばれて行った時にワンビンさんいたんですよ。まあ、ジェリコも来るかもしれないです、本当にね。はい。テイカーは親父ギャグとか、そう、アンダーテイカーとご飯を食べるってどういう会話になるわけですか？いや、ゴーン。それはないでしょ。そんなに喋んないですよ、僕たち。黙々と食べてるような感じ。はい、ああ。でこうこれ進めたりとかするとサンキューみたいな感じで一緒のテーブルにいるけど、うん、俺たちはもうこっちで、うん、俺とかロンガイとかレイミステリオとかとこっち、うん、あの人だけで、こっちはこっちでなんかしてたっすよ。偉い人たち枠が幹部的な、確か JBL もいたはずなんですよ。おお、なんちゅう感じなんですかJBL がそこにいると、そもそも目の前にミステリオいたってことですよね。ミステリオは俺たちと一緒に食ってた。ミステリオはこっち派らしいんですよ。そうそうそう、ええ、
そうアンダーテイカー JBL ミステリオドサーロンガイニグロと、はい、すごいあとまだ誰かいたはずなんだよすげえ油身食べないですか知らねえよそんなの見ねえよ奢ってもらったのは確かだけど遠くのであれ食ってますよ、うん、ミノを食ってるのかカルビを食ってるのか気になりますよね本当にねいやでもちゃんと写真も撮ってもらった水道橋の焼肉屋でいいなぁ今もう、ね、大門で、はい、大門で違うんです今もうないとこあの駅出てすぐのところのさ、うんビルの上でしょビルの上だからそれダイモンだあダイモンか、ねうん、今そこもなくなっちゃったからあだからそうそうあそこだから今塚田農場とかが入ってるビルねああのビルあのビルそうあそこのビルに当時焼肉屋があって そう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  JPL は産地にも入ってた知らねえそこ見てないよ焼肉の食べ方を知りたい JPL 知らねえウィンナーあんだってかがウィンナーを食べてた 食わねえだろそうですね普通にいい肉食うんですよ焼肉あるんですよあるんですよ金向こうあるんじゃないコリアンバーベキューだからなうん、うん、けどやっぱ日本のものは美味しいですからね日本のやつの方が多分うまいと思う、ね、それはやっぱりだから初めて来るような人日本に来る人たちは大体リベラに行くんですよねそうそうそうあそれはもうそうですよねやっぱりチャンパンもらえば嬉しいと思う、ね、そう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 けどもう何回も来てる人はもうリベラは何回も行ってるからそれよりうまい日本のコリアンバーベキューを食べに行くとどうぞ牛角牛角は行かないですねちゃんとしたところ叙々苑かもしれないね、うんやっぱみんな金持ってるからね、うん、まあカードブラックってですよね、うん、アンダーテイカーびっくりしたよだそのブラックカードで何買えるんですか戦車戦車買えるいやだって上限ないだろまあそうですよねないよ、うん、どんだけ信用あるんですかそれいやいや知らない上限ないってことはいやでもだってそれなりの年会費も払ってるよね多分ブラックカードだから、まあ、そうですね、いや持ったことねえから分かんない。そう、我々は持ったことないんで分かんないですよね。黒っぽいカードはありますけどね。うん、ブラックカード。ブラックカード。色合いがクレジットカードの黒っぽい。色がそうだっていうだけじゃないですか、それ。はい。そういえばだいぶそれたな。そう、これ横浜の舞台の話じゃ全然ないという、ね横浜。横浜、例によってまだ1試合しかこれ語ってないですから。でも分隊に誰呼ぶならいいか決めればいいんですか。来年の分隊とかに来年の分隊うん。ビッグマッチ。誰呼ぶいや、だからもう、誰にします誰がいいですか誰来たらすごいことだそのアメリカのスーパースターかあるいは逆に日本のローカルかですよスティングスティングおー試合しなくてもいいようん来てくれるだけで花束贈呈かなんかで武藤さんにあそれいいわスティングスティングバットでいえいえでも普通にスティングあのペイントだけはしてほしいから、うん、スティングはいいっすね確かにねエンダブロスティングじゃんNW スティングはもうやってない NW スティングはいいもういいですやってないですそれマスターズ行きですかね、うん、NW スティングはマスターズの候補ですか、ねうん、あのマスターズにスティングってのありかもねそううんおまあ NW スティングって昔マスターブラスターだっけサンダー&ライトニングどっちかだよねあれねサンダー&ライトニングどっちかあ武藤さんムティングになった方がいいムティングあったなスティングと作った時だけの限定ペイントあったね武藤さんがスティングのペイントしたやつね限定ムティング、うん、スーパー J そうそうスーパー J スーパー J になったその後のスーパー J ねー NW スティングをやめた後がスーパー J ですよねうちの店にスティングのサイン入りバットあるぜですよねあれですよね黒いバットそれどうやって手に入れたんですか知り合いにもらったっす知り合いにもらえるんだスティングのバットがサラダのバットサラダのバットいらないいらないのねいらないんだ何ちゅうことですかコルドスカルのバットはいらないといらないですあおかしいなあのお面はサラダのいらないですスティングのお面はあるっすああいらないあ来年の横浜舞台ぜひじゃあこれスティングをちょっとスティングか武藤さんとゆかりある人誰だあと生きてらっしゃるご存命の方じゃないとダメじゃないですか。そうね、あとで飛行機に乗れて、まあまあ移動できる人じゃないと。うん。誰だろう。また、まあフレアだけど、フレア今ちょっとね病気しちゃって入院しちゃってるんで。まあフレアさんに多分いい思い出ないです。いい思い出もう多分武藤さんが呼ぼうとしないからね。俺はあの武藤テディファンク組とか超見たいけどね。ああ。昔の NWA やってましたからね。はい。はいテリー、そうですね、はい、会長はね、テリーを呼ぼうとしてちょっとそうですね、うんはい、来れなくなっちゃった時がありましたけども、剣道長崎さんっていうのはありだな長崎さん、日本にいるんでね、はい、呼べますよね、うん、剣道長崎、グレートムタね剣長崎、そう、
スーパーブラック忍者。スーパーブラック忍者。スーパーブラック忍者ですね。バンピール。あれバンピールじゃ来んじゃなかったっけ？バンピール今度。今度来ます。そうですね。10月10日来ますよ。はい。久々に来日トレプレヤー。スティーブ・オースチン。スティーブ・オースチンを呼ぼうと。太陽系はロン・ハワード。お？ロン・ハワード。ですか？ロン・ハワード？ロン・ハワードって誰？ロン・ハワードなんか聞いた気があるけど、なんだっけ？ロン・ハワードって。ロン・ハワードって誰だろ？ダークカニ。ダークカニは違う。放送席のパンピオン。うん。オースチン、デルタ海賊。まあいいや。はい。ドンフライ。ドンフライね。ドンフライいいね。ゼロワン初期。ドンフライもマスターズにね。そうっすね。いいかもしれないですね。じゃあ、ゼロワン初期はトム・ハワード。トム・ハワードね、そう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 。マイク・バートン。おお、マイク・バートン。あれ、バートガンですね。うん、バートガンですね。ゴールデン・レフト。ゴールデン・レフト・フック。はい。全然横浜の話。いや、横浜の話じゃない。いや、皆様がどっちを求めてるか、こういう話を求めてるのか、それとも横浜文太の話に戻せなのか、どっちなんですかね、これ視聴者の皆さん。でも、これもうあれだろ、エンディングトークだろ。そうです、そうそうそう。いいんじゃないの、いいっすか。横浜の話がっちりしたの。まあ一応しました。まあ、断るたびに CM 流して、うん、はい、はい、そして、もうとりあえず、なんですか、あれですよ、このニコプロ、今日ニコニコプロレスチャンネルと YouTube 無料放送なんですよ。うん、嘘。昨日の24時間。はい、24時間もう枠外したというレスルワン。すげえな。企業が。あの会社の方から宣伝になるんだったら無料で見てもらった方がいいって言って、うん、全編無料放送です。マジかよ。何百万って言いましたっけね。はい、うん、相当な額だそうです。横浜の話する？横浜の話。うん、まあ、ちなみにこの T シャツ横浜から出るらしいよ。あら、あらららら、ら、とととと、また、なんで兄さんそれ知ってるんですか？いや、さっき武藤さんがツイッターでつぶやいてた。本当ですか？え、うん、グレート・ムチャさんとの知ってるんですか？違う違う違う、武藤さんの T シャツ。あ、どうなんですか？なんですかそれ？ゴーストバスターじゃないですかそれ？お、レスリングマスターってやつ。あら、あら、なるほど。ゴーストバスターってレスリングマスターとかけてると、はい、ちょっとこれ欲しいな俺。あ、なので手の感じと頭の感じ、口の感じが武藤さんなんですか？そう。ああ、なるほど。これ大丈夫なやつですか？ギリだろ。ギリなんだこれ。いや、でもね、あ、センスねえなって書いてます。はあ、ロイヤリティ、逆にロイヤリティとなる、ロイヤリティ請求するのが、専門家の武藤さんがロイヤリティを請求されると。へえ、これが横浜文体で発売される。なんか発売って書いてあったよさっき。ああ、じゃあニュース出てるってことはもう出てる、ね、武藤さんがツイッターでつぶやいてたから。ああ、じゃあもう情報解禁だ多分。文体結構グッズが充実しております。はい、新 T シャツ、そして、そうだ、新 T シャツも出るっすね。はい、他にも出るんですね。うん、で、パンフがですね、多分試合前に、はい、読み切れないぐらい分厚い、分厚いっていうか、もう、情報量が多いです。情報量、要はインタビューがたくさん載ってるんで。ケンさんどれぐらい書いたんですか今回のパンフ。全部ですね。全部、全部のインタビューと、何人分ですか。足の、イケメン、ドイクマ、246、武藤さん、うん、クルーザーの2人、吉岡、アンディ、そして、この日デビューする佐藤選手。あ、佐藤、はい、と、それから、関東コラムみたいなやつと、全大会のその見どころ、おすごいね、を、全部これ買った方がいいね、横浜のパンフ。2000じゃねえか、おそらく。ページ数的には2000ですね。2000だよな。はい、だこれ多分早めに行って会場で買わないと試合開始前に全部読み切れないぐらいのものがあるんで。大変ですね、それはね。うん、うん、追いつかないってことじゃないですか。だから、まあ、そうですね。だから最初の方の試合の方からこう見てっていただければ、うん、だから第1試合の佐藤選手のとこから見ていただければ、うん、そうですね、試合開始前に終わっちゃいますもんね。終わっちゃう、終わった後に見られてもあれなんで、うん、はい。なるほど。そうなんですよ。パンフレット相当だから今回パンフにレスルワンさんは力入れてるんだと、で T シャツのグッズも。そう。うん、これをね、こうニグロさんがね、こう売店を仕切って。そう、売るよ。ね、あ、本当ですか。ガンガン言ってください。分担来てくれるんですか。いやいやいや、それ行くでしょ、それ。売るってことは。これでニグロさん当日分担いなかったら面白いですね、これね。それ振り？
いやいやいや、そんなことない、そんなことない。兄さんの場合は忙しいってことは考えない。まあまあ忙しいっていうのはあるから、あ、はい、先客がいますっていうのは結構多々あるから大丈夫ですよね。9月ですか、そうしとく。後楽園とかだって、まあまああるじゃないですか、うん、兄さんに寝なきゃっつって、うん、そうしとくじゃん。いやいや、ちょっと来てくださいよ、仕切ってくださいよ。今から走れば間に合うんじゃないですか。ブルゾン、ブルゾン、ブルゾン走ってれば。ブルゾン走ってるんですか今。はい、じゃあパンフレットも大ボリュームで、はい、そうだね、出ると、うん、まああとはね、当日各試合がね素晴らしいものになってくれればもうね、うん、いい大会になるのではないかなと。そうですね、今回のマッチメイクはあれですかね、ほぼほぼその外側からのパワーをあまり借りてない、うん、僕らの試合だけが、あれだけですからね、ですからね、はい、まああと大川健さんですかね、うん、はい、そこ以外はないのでですけどね、はい、そういう通常のレスラーの現有勢力で、そうです、戦うと、はい、だから逆に言うとこれがレスラーだという大会になるはずでは、うん、ではありますよね、はい、つぶやいてた、もしニコ生なうって絶賛無料放送、もう無料放送中ですから、ね、もうそろそろ終わるんですけど ね、 これ放送自体が、うん、はい、ニューロさんは分断をグレンダーのところにいるんですか。グレンダーのところにいるんですか。グレンタイはグレンタイの人がやるんじゃないですか。ああ、なるほど、はい、三雲さんってその一つの興行の中でどれだけの仕事をやってるんですか、はい、グッズから何からいろいろやってるじゃないですか。でもグッズの時はずっとグッズですよ。グッズ売店に立ち、はい、それ以外ではあのバックステージのあの、うん、進行、はい、アテンドとかしてますよね、はい、アテンドやり、まあ、選手があれ、はい、呼び拾いね、いてくれると本当ありがたいですよね。リング周り の、 そのマイクをパパーンとかこういうのいっぱいやってくれますよ。そう、あのセコンドとかがいない時ってパッと入ってきて、はい、例えばこう脱いだコスチュームとかをパッてこう持ってきますよね、はい、だからあれなんですよね、紙テープ集めるの下手ですよね、みんな。なあれ集め方あるんですか。いや、やっぱりリング上に入って一回ガーって持ってきた方が多分いいと思うんだよね。で、うん、塊でもうあと絡め取る感じですよね。紐も引っかかってるから一気にガーってやってからもこの崩れて、あーつらキューって集まってくるから、それをスポーンって抜くみたいなんですよね、うん、あれ紙テープ片付けるとき急いでやると手切ったりしません、はい、しますよね、うん、だけどそれがめっちゃ痛いですよね。 いやそうでしょう、はい、あーずっと気にしてる、うん、金使う人いるじゃないですか。いや金の紙テープが意外と痛いよね。あ、金が、はい、金とか銀のやつね。そうですね、だから、うん、あとね、あんだけ頭から落ちてるのに切ったところだけすっげー気になったりします、まあ、そこが結構気になると分かって。いやだから本当に動ける範囲のことはほとんどやってますよね、一つの大会の中で、ね、レスラー以外全部できるんですもんね。あ、レスラー以外全部できるんですよね。レスラーもできた、レスラーしたよ、試合やってますから。あれじゃ何、レフリーだけやってる。レフリー以外全部できるんですよね、うん、レフリーはやらない。なんでやらないですか。和田恭平さんっていう人がいるから。ああ、リスペクト。そっか。リンゴの大丈夫。リンゴのやったよ。CML ジャパンとか。スペイン語でやってた。へえ、うん。あと高山さんに急遽頼まれて、うん、去年かな、八幡プロレスってあの代々木八幡のお祭り、うんうんうん、プロレスのリングアナもさせられた。うーん、音響しながらね。音響しながら。はい、ああ、はい、そうだね、はい、よくいるんですよ、その なんであの男はいつもいるんだっていうことを言われるんですけども、うん、仕事だからね。そう、仕事でもう本当に、そう、本当に動き回ってんだから、はいはい、あのほとんどだって試合見れてないもんね。試合は見てないです、そう、見れてないですよ、裏にいても、うん、そう、だからいてもらわないと本当にね困る方なんですよ、試合ね、この方は。場内実況とかもできそうですね。場内実況もできますよ、うん、まあできるでしょうね、はい、うん、レフリー以外は全部できます、ね、レフリー以外は選手だってできちゃう、うん、まあ、今はもう無理だぞ、いい、腰がもう無理だな。俺ら今年48だぞ。いやいや、 あと2年で50代に突入すると、はい、50だぞ俺。でも先輩あれ無理だぞ。いや、動いてる人と動いてない人、基本だって俺原宿で椅子に座ってるだけだからね。戦闘ってことですか。戦闘無理だよ。うん、うちにいるんですよ、うるさい戦闘、うんうん、戦闘もコントラ戦闘をやってください。やってくださいよ、本当に。あいつのせいでも板何枚割れてると思うんだよ。ねえ、まあ、我々買い替える羽目、何十枚と買い替える羽目なんですよ、うん、
か、もう二村さんも48になるんですね。48っす。今年で48。今年48っす。陸東方と一緒なんで。うん。どう見てもビジュアル的にこちらが年下とは思えないですよね。はい。3つ違いがありますからね。はい。もうこの貫禄、この腕組んでる時の貫禄、とても年下には見えないですよ、二村さん。腕組んでれば一番楽。すごいっすね、本当に。しかもセンターで。もう牛耳ってるっていう言葉がこれほど似合う方いないですね。でもセンターはいいよね。だけど T シャツこう可愛いやつっていう。ミッキーマウス。ミッキーマウス。センターはいいよね。センターいいんだ。はい、なのでね。最近でもニグロさん T シャツ売ってるじゃないですか。そう、あれね。え、そうなんですか。売れてんすよ。マジですか。ニグロさん T シャツってあるんですか。はい。あの業界関係者がこぞって買っていくという。昔の黒木さんの T シャツみたいですね。ニグロ T シャツが今。絶賛発売中。はい。おお。ちょっとこれちょっと皆さんに。ちょっと待って、大きい方がいいなこれ。この間村田さんがこれ着てたな、そういえば。村ちゃんも買いに来てくれたんですよ、わざわざ。買いに来たんだ。はあ、い、これ。プロレスラーじゃない人間の T シャツが販売されてると。俺まあ自分の店だから何売ろう。まあ何売ろうがいいですよね、うん。はい。それは誰も怒られません。誰にも怒られません。これ誰デザインしたんですか。有名デザイナー。へえ、ザンギエフですか。ザンギエフじゃない。違います。有名デザイナー。有名デザイナー。でもそうですよ、かっこいいってありますよ。まだ売ってますかと。売ってますよ、売ってます、売ってます。じゃあちょっと。じゃあ原宿のお店で。原宿のお店で。今日なんかだって西永レフリーにも買いに行きますって言われたもん。ノアで会ったの。すごいすごいすごい。西永レフリーこの T シャツでレフリングしてほしいけどな。西永レフリー関係者には、うん、そうだからこれはですね、でこれを買いに行ってね、お店ニゴさんのお店行ってで向かいにはパイルドライバーもありますので鈴木さんもいるし、鈴木さんがねいますからね。夏休み特にいるって言ったんですね。いた、昨日もいた。あのシリーズがオフになるとね、そう結構鈴木さんいますからね、うん、昨日も終わってお好み焼き食いたんだ。お好み焼き食いに行ったんだ。あそこにあるんですか。そうそうそう、すごいですね、真向かいのお店に鈴木みのるがいるっていうのもなかなか、なかなかのシチュエーションですよね。でもあれですもんね、川村さんか佐藤さんか鈴木さん松本博代か、あと、うん、パンクラスの梅木レフリー、梅木さん、あーすげえよな、人員がね、人員がすごい、対するこちらは俺だけ一人というね、一人でこうね、城を守ってるわけですよ。はい、バイルドライバーに進行されてた。ただあれですよね、そのプロレスグッズの量はいい勝負なんですよね。はい、広さ全然違うけど、そうもうよくこれだけ揃えたなってぐらいありますからね。そうですね、スティングのバッターありますからね、マニアだからね、マニアですからね。まあそんなわけでございまして、ます、はい、まあね、そろそろ時間も22時を過ぎましたので、そうですね、はい、25時間経過したということでございます、ね、あら、お前よう頑張るね。ね、ねえ、レストランのためにあの僕はちょっと間3時間ぐらい寝られたんですけど、はい、河野さん寝てないですから。寝てねえの。はい、だから今逆にちょっとテンション高いでしょ、うん、そうですね、さっきあの試合中継あたりが一番しんどそうでしたね。試合はきつかった、俺脇で見てたけど、お前試合中全然喋ってないな。そう、うん、もう黙らずに、あれダメだぞ、えあれだ、いや仕方がない、それは仕方がない、はい、あれはダメだぞと、まあ、そこはもう山田に任せたと、うん、はい、そうですね、はい、なので、まあ、25時間を超えたということでございますので、まあ、そろそろ本当の、ね、エンディングに入りたいなと、うん、そうですね、はい、あけどね、これであとは9月2日を迎えるだけでございます ね、 そうですね、もう1週間ねえからな、うん、うん、そうあもうそうだ、ちょうど1週間切ったんだ、6日だな、切ったらよ、日曜日だから、うん、あ、じゃあ、ちょうど1週間、ちょうど1週間か、土曜日、来週の土曜です、来週の土曜日、はい、あ1週間、うん、もうね、この1週間前のこのニコプロだってもうあれさね、うん、僕の中でもただただ悪あがき悪あがき、もうとりあえず何ですか、もうレストランというプロレス団体が横浜分隊で来週試合をしますと、うん、だから、うん、とりあえずさらに流しちゃった、はい、あさらにを流してくれてる、はい、これあのでも音楽ってダメでしょ、うん、ダメですよ、そのものはダメですけど ね、 ね、あれですよ、あの、はい、弾いてみたとかにしてくれる、 YouTube 上の自分でやってますみたいな、なるほどね、そうです、はい、あのそうですね、だからまあまあまあプロレスだったレッスルワンが来週、うん、あの横浜分隊で試合をするので、はい、まあこれを機に知った人も、はい、チラッとでもいいので興味ある人は、うん、そうですね、来ていただければと、ちょっとこれあのアンケートで、はい、25時間ずっと見てた方がいるかどうか、ちょっとあアンケートというかこれ手挙げてもらおうかね、じゃあコメントで
はい、あ、いりますかってことですか。はい、25時間全部見たという方いらっしゃいますか。それ僕といい勝負ってことですよね。そうですね、一時も休むことなく寝ることなく、昨日の21時から説法、近藤さんの説法で落ちた方が結構いると。あ、そうですね、近藤さん強いな。あの、ふるいにかけたんですよ、こっちで、あの、寝るように3時頃に、ね、だいたい説法で寝てますね。あ、寝ながら見てました。それ寝てるから、はい、あ、だいたい、やっぱ説法ですね。そうですね、近藤さんのあれなんですよ、うん、あの、7秒前に行動は決まってる説、はい、はい、そうなんです。あと、量子コンピューターのもう一個世界が作れる説。なるほどね、うん、はい、説法で12時間寝た方もいると。あ、はい、あ、すごいですね、説法さんすごいですね、12時間も寝てるとか。すいません、途中登場見に行って、東京女子見に行った方もいらっしゃると。僕も途中東京女子行ったってことはほとんどいないってことですね、25時間全部見られた方は。そうですね、はい、まあ見てないところは後でタイムシフトでね。そうですね、はい、ご覧になっていただく。でもタイムシフトはあれなんです、会員さんしか見れないので。ああ、そうかそうかそうか、会員になればいいんだ。 YouTube の方で、でも YouTube の方は YouTube で見ない動画を上げておくらしいので、コメントは見れないんですけど、 YouTube で見て、はい、YouTube の人は見れますのでね、はい、よろしくお願いしますと。どうします、ルビックキープどうしましょうか。あ、ケイさんでもさっきルビックキープもう一人でやっちゃってましたもんね、全面揃ってましたもんね。皆さんに見せないといけないですかね。あ、いやいや、あの、早くしてください。はい、じゃあパッと、そうですね、はい、もうさっと、あの、淡々とやっておいてください。はい、淡々、よかったね。まず一面、はい、ね、レッスルワンの良さ伝わったよ、河野さん。いや、本当ですよ。これでもう、じゃあその人には俺伝わったってことですね。やった、よかった、よかった、よかった。俺でも伝わったよ。見てないでしょ。見てないけど。はい、一面。すげえ。はい、じゃあ崩してください。え、次6名いきます。ケンさんってそういう人なの？そういう人です。え、ルービックキューバーなの？ルービックキューバーって。で、あの、あれですよ、あの、何ですか？CM 撮って、うん、それで生活してるらしいですよ。マジ、けどルービックキューブ熱が高まったんで、そのうち、あの、カズ社長が言ってますけど、レッスル1のグッズとしてルービックキューブを出そうかと。カズさんがノリノリになっておりましたので、そのうち本当レッスル1の売店で、ルービックキューブが、レッスル1のロゴが入ったルービックキューブが発売される可能性が出てきたということですね。新日本がハンドスピナー出してたから。ああ、そうレッスル1はルービックキューブでもいいんじゃない。ルービックキューブで、このルービックキューブを今出すっていうのがいいかもね。渋いね。そう、渋い感じになる。それからあれですよ、あの、うちの会長の方針だと、あの、キューブの7マスぐらいが揃って未完成が一番いいんだ。ああ、物事未完成がちょうどいいんだよって。言い方、会長が一人、会長が、で、社長は1分で完成しちゃう。そう会長がそう言ったら、社長はもう、完璧にやっちゃったと。そしたら副社長は勢いでさーって30秒で捨てたんです。大丈夫ですかね、レッスル1で。会長の、座右のあれと社長の行動が伴ってないというふうになってしまったんですね。あ、まあ、良かったです、ね。まあ、多分レッスル1のルービックキューブは出んな。出ますかね。出ない。出ない。出ない。いやー、出した方がいいと思うけどな。で、そっからブーム火がついたら、ほら、レッスルワンが火をつけたっていうなるじゃないですか。武藤さんができるようになればいいけど、俺無理だよって言いそうじゃん。いや、言ってましたよ。うん。途中でやめちゃいましたからね。やったことねえよ。やったことない世代じゃないんですけどね、武藤さんね。絶対やってる世代なんですけどね。うわっ！はい、すげえできちゃった、はい、というわけです、ね、いやー、すごい、もう、いや、無事にできましたね、はい、できましたね、いや、はい、大丈夫ですか、大丈夫ですか、そうですね、はい、これで横浜分隊も成功します、成功してるね、ルービックキューブで成功すると、よし、じゃあ、ね、興味を持った人は、はい、9月2日横浜文化体育館に、うん、ぜひ見に来てください、はい、25時間お付き合い、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、横浜で会いましょう。